桐生の兄貴、こいつが達川ですわ。こんな奴と遥かが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、遥かちゃんがよりによって達川なんかと。あいつが春人の父親なのかよ。なんか俺もう春人のおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあの遥かちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれから春人のおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。遥かちゃんはわしらの天使で、確かに春人はその赤ん坊じゃ。じゃけど、ユータの言いたいこともわかる気するわ。でしょ？やめえ、バカタレども。男と女ちゅうのは理屈じゃないんじゃ。のう、キヨちゃん。あ。お邪魔しますよ、四代目。ソネア。お、踊れ！何しに来よったんじゃ、こんけどぶち殺してるぞ。南雲くんやめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。桐生さん。うん。改めてだけど、遥かちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いこと遥かの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだ。ねえ桐生の兄貴、そういや遥かちゃんはどうしてるんすか。なんで春人のそばに遥かちゃんがいないんすか。おお、そうじゃ。わしら遥かちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ桐生の兄貴。遥かちゃん元気でおるんじゃろう。あいつはカムロ町で事故に遭った。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時遥かがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題は遥かがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。
そういや達川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけわかってりゃ探しようある。キリュウの兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな、ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ、悪いがまたハルトのことを頼めるか。え？私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに、やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。達川の野郎、絶対許さねえ。見つけたら二度と立てねえようにしてやる。やっぱりタスカーのやつ、送ったメッセージ全然読んでませんわ。カムロ町行ってすぐに見つかるとええんですが。よっしゃ、わしも明日に備えて支度するか。兄貴、カムロ町着いたらまずはパーッと遊びましょうや。キリュウの兄貴、うちの頭のこといろいろ頼みます。頭がはめ外して揉め事を起こすのが容易に想像できますわ。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、わかった。キリュウさん。ジョーカー、さっき遠くからキリュウさんを見かけたもんでさ。もしかしてそこの水軍アパートがキリュウさんの家なの？まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど。キリュウさんの方こそ問題ない？ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ
分けありなんでな。そうか、それならどうかしたか。いや、桐生さんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあとにかくマサオたちにも桐生さんの事情は伝えとくよ。それじゃ。ここがカムロ町。マジで達川のやつこんな都会でホストやってんのか。ユータ、お前東京来るところか、広島出んのも初めてじゃろか。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言うて舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。そうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい。せっかく天下のカムロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。しかしゴンドラ、何しにここに来とるんじゃ。着いたぞ、ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね頭、金足りますか。この調子で言ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれ、この兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？ん？すぐお返ししますんで。おう、ゆうた、何しようならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。達川の近況ネットに上がってました。この達川のページ田頭に教えてもらったんすよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あのゲドが遥さんが事故に遭うとるちゅうのに、本当に遥さんはなんで小川の男と。これいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのはカムロ町の店かの。さあそこまでは分かりませんけど、どうすかね。桐生の兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町は3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら言うた、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって立川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんでな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。
タスカーが本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。兄貴、ちょっと待ってつかさい。ユータのやつが。ん？すみません、俺ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけ、そうなるんじゃ。コンビニのトイレ借りに行ったってことか。しゃあない、わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい、頼むって。もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ！あんたらだって店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよバカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。ん？あ、兄貴、これちょっと見て使わさい。ん？東上界の六代目が無所に入るって書いておりますわ。なに？控訴棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか。こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうするも何も、俺はもう東上界の人間じゃねえんだ。じゃけど東上界のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう東上界の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、わかった、もういい。あんたには頼まねえよ。気流の兄貴、頼んます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。わかりました、じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカタレ、兄貴に礼の一つも言えんのか。恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃあわしらも行きますか。はあ。なんじゃ。男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、こら。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ。俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹、優也、うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですか、いの？さあな。今のホストにもう一度聞いてみるか。あの、桐生さんですよね。ん？お前は？わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです？お前、優也か。優也？そういやさっき兄貴、店長の優也を呼べって。ええ、
スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前スターダスト辞めたのか。でもならなんでこんなところに。キリュウの兄貴。お、ああ、大丈夫かユータ。トイレを早く。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかねえ。本当に漏らしとらんのか。ジビッとヒットるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきの遥ちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか。ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。神室町でホストになったらしくてな。名前は立つか。スターダストでお前らに聞けば何かわかると思ったんだが、見覚えは。見覚えありますね。本当っすか。俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで。はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺は神室町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの街の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札びら切って神室町中の目ぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか。ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃジンゴン派っちゅうのは。韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。キリュウの兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか。すげえ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけど、まだ20代です。立川のやつ、総側な店でホストなど続けられるんかの。もうやめとるんじゃないんかの。もしそうだとしても、あの店に立川を追う手がかりがあるはずだ。ジンゴン派がいようが、スターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、桐生さんは。ん？俺は今、ホスト時代の客のコネ使って、小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。
だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ。あの人は今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今のカムロ町の構想が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前和樹が店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないっすか。和樹さんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや おい、あいつさっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私スターダストのオーナーをやっております、ハン・ジュンギと申しまして。聞けばせっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから、いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。ほう。おう、そうじゃ。踊れらの店に達川ゆんがおるじゃろうが、わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では私の招待を受けていただけるということでよろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。キリュウさん、さっきのあいつ人言派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。ああ。本当に奴の誘いに乗るんすか。今の人言派はカムロ町の抗争に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの抗争を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。
お気をつけて、キリュウさん。저놈이다키리다같이있는놈들은또누구지그딴거신경안써다죽어라어아니기아나라와시라니이오미대자한국어で叫んでるみたいですけど자もしかしてあいつら진공하다나けどわしら한준기っちゅうのから招待されとったんじゃまだ俺を恨んでる連中もいるってことか今の鎮魂派も一枚岩じゃねえらしい出ちゃな聞けおい聞け助けてくれ構ってる暇はねえ行くぞ誰か下がった決めたハンジュンギには後で文句言わねえとな。いやー、カムロ町いうんはおもろい町じゃのう、兄貴。喧嘩相手が山ほどおる。頭、言ってるそばからまた来てますよ。今頃、半純義が待ちくたべれてるな。キリュウの兄貴、あとはわしらで片付けますわ。先にスターダストに行っててつかさえ。わしらはここでお楽しみじゃ。キリュウの兄貴、頭の言う通りです。俺らもすぐ追いつきますから。本当に大丈夫なんだな達川を探すのが最優先ですから俺らもたまには役に立たねえと東京まで来た意味ないっしょさあ兄貴早う行ってつかさい分かったあんまり遅れるんじゃねえぞへいわしは今最高に乗っとるわおう踊るらもっと仲間呼んでこんかい全然食いたりんじゃろうが